はい、皆さんこんにちは。ナショナルニュースの時間がやってまいりました。アメリカからね、放送してるんで、今日はね、ちょっとアメリカの話題をちょっと言ってみようかなと思いまして、ナショナルジオグラフィックニュースから西海岸過去100年で最悪の干ばつ、これをですね、ちょっと私ね、お話ししようと思ってるんですよ。本当にですね、我々が感じる限りでは雨が降らないです。気温もちょっとすごいし、湿度がね 9% ぐらい、この乾燥ちょっとすごいんでね、ちょっとお話をいろいろしてみようかなと。これ災害番組ではないんですけど、やっぱりナショナルジオグラフィックニュースがですね、取り上げた中では非常に身近なんですよね。我々としては気持ちが良くて最高のものなんですけど、最高の環境ですよ。でも実際はそうは言えないのがこの環境ですよね。今日はですね、そういう意味ではナショナルニュース、西海岸のそのね、ものすごいね、この干ばつについてお話をしていこうと思ってます。皆さん、とにかく楽しく、楽しいかな、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。それではナショナルニュースです。どうぞよろしく。はい、ということでございました。あ、ちょっと変な音しちゃいましたね。はい、記事を読みましょう。はい、とりあえずです。アメリカのカリフォルニア州では2013年は観測史上最も乾燥した1年だったと。観測史上ですね。はい。史上ですね。はい。今年に入ってもロサンゼルスに近い、ガブリエル山脈の、まあなんていうんだろう、ふもとで山火事が発生しました。で、1300ヘクタールを焼き尽くすという、恐ろしいね、まあ山火事だったんですけど、うん。米国気象局の気象局ですね、ロサンゼルス近郊にある支局の気象学者マーク・ジャクソン氏は、普通のことではないと話すと。カリフォルニア州で山火事が多いのは5月から12月上旬までであると。記録的な干ばつのせいで、この地区の山火事の危険性が高まっているとジャクソン氏は指摘すると。ここまでちょっと読みましたけどね、カリフォルニアとか乾燥した土地の山火事って普通ちょっと考えられないんですよ。日本は冬異常乾燥注意報というのが出ますでしょ。ああいうもので、通常火事ってのはあんまり起きないんですけどね、人為的以外は。山の木々がすり減った、すり合わさっただけで火事が起きると。ところがカリフォルニア一番怖いのは放火っていうね、恐ろしいものがありましてね、これでね、ずっと消えない山火事も実際存在してるんです。火山みたいなもんですね。さあ行ってみましょう。続いてカリフォルニア州の、ジェリー・ブラウン知事、今の知事ですね、1月17日に水不足に関する非常事態を宣言し、 20% の自主的節水を呼びかけたと。カリフォルニア州は1890年代の観測史上以来最悪の干ばつに見舞われているということですね。はい、不幸なことにこの歴史的な干ばつを引き起こしているのは、人間の手に負えない自然の気象パターンであると。気象学者によると干ばつの主な原因はカリフォルニア州上に何ヶ月も、とどまり続けている高気圧にある。つまり大気がここで上空から降りてくるのだが、この状況が近いうちに終わる見込みはないということですよね。はい、でネブラスカ大学林間国立干ばつ軽減センター、これね NDMC というらしいんですけど、の気象学者のブライアン・フィックス氏は、このようなものはブロッキング高気圧と呼ばれていると説明すると。フィックス氏はウェブサイトでアメリカ干ばつモニター、掲載の報告執筆者の一人、よくわかりませんね、これどんなんだかね。はい、高気圧に覆われて乾燥しているだけでなく、この高気圧が西海岸に近づいてくる低気圧をすべて滞らせてしまっていると、フーク氏は話すと。まずね、ここで重要なことは、カリフォルニアというのはもともと砂漠化してるんですよね。だからそれがどんどん砂漠化していると考えればいいのでしょうかね。これ非常に微妙ですね。例年ならば、低気圧がこの乾燥した州に降水をもたらして、山に雪を積もらせるはずなのだが、今年はその低気圧が高気圧に弾き飛ばされて、カナダ南部に向かい、そこでジェット気流に乗ってアメリカ中西部へと南下していくと。だから、西海岸では1年のうちで、今が雨の季節だ、そうなんですけど、この時期には水を集めて貯水池を補充しなければならないと、フークス氏は言うわけですよね。ところがロサンゼルス市街では、12月19日を最後に、雨らしい雨が降っていないと気象局のジャクソン氏は説明すると。昨年7月1日から12月31日までのロサンゼルスの降水量は平年の 23% だったと。高気圧の屋根が崩れる予想はほとんど見られないとフークス氏は指摘すると。現時点では4月の末までにアメリカ全体、西部全体で比較的暖かく乾燥した天気が続くと予想されていると。うわ、これも大変ですね。現在居座っている高気圧以前にもこの2年間次々と高気圧の屋根が訪れ、そのせいでカリフォルニア州は平年よりも乾燥した気候に悩まされていた。まずね、温度がおかしいですよ。冬ってね、多少は寒くなるんですよね、冬はね。ところが今現在28度でしょ。
で夜になっても20度ぐらいで、寒くなって18度かな、もう過ごしやすいなんてもんじゃないんですよね。これってどう考えたらいいかね。うん、まあ続いていきましょう。西海岸が高気圧に覆われることは珍しくないけども、一つの地域が乾燥し始め、高温が保たれると高気圧を強めることになると福氏は説明すると。高気圧が少し西に傾くと動くと低気圧が、大気が上昇する領域ですね、南のネバダ州のグレートベンズの方に押し出されるとジャクソン氏は補足すると。しかしその状態はさらに高気圧を生み、それがサンタアナウィンドですね、この有名なと呼ばれる強風を吹かせると。このね、サンタアナウィンドってのがもうあったかくしてるんですよ。 傷口にすり、あの死をすり込むようなものだって言ってますね。山から海にかけて、向かうことの、この乾燥した風は干ばつをひどく悪化させるとジャクソン氏は話す。自主的節水が呼びかけられたとはいえ、カリフォルニア州の住民はパニックに至る必要はないと。南カリフォルニアの地下水の貯蔵量ですね、まだ非常に良好な状態にあるとジャクソン氏は指摘する。当分は3年分の貯水、施設を作っているため、干ばつの年が続いても何らの対策があるという。しかし3年を超えると問題が生じますね。はい。でこの雨の状態っていうのはね、正直言ってね、このまま放置してても治らないですね。多分来年大騒ぎするんじゃないかな、この来年っていうか今年このまま雨がどのぐらい降るかってことね。砂漠化していることは明らかであって、このサンタアナウィンドをどうにかしないと、本当に寒いとか暑いの問題じゃなくて、もう話にならないんですよね。とにかく我々が考えている限り、例年ですよ、こちらに僕らが公式では例年というのは、冬場というのはある程度寒くて、ひどい時には凍死した老人が出たなんてあるんですよ、カリフォルニアって暖かいから、ね。それでもっと言うと、大雨でもう大体ですね、ほら高速道路が冠水しちゃって、もうね、水はけが悪いから、水がね、どうのこうのだとか、例えばうちの、例えばね、この鹿間が全部停電したりとか、もう雨の影響による被害がものすごくあったんですよ。その雨の影響は全くないんです。その代わり水はどんどんなくなっていくと。これどうしたらいいかですよね。やっぱり降るところの地域とかそういうのに、我々が自然環境で行われているものなので、どうしようもないというところが一番大きなどうでしょうかね。現状ですね、我々今どうしようもないので、どうするんだろうなっていう感じですね。どうするどうするってもしょうがないんですけど、本当にこの過去100年の最悪の干ばつっていうのは、一時的なものである、一過的なものであるかどうかってなる、今年の夏から来年にはっきりするでしょう。それで気象状況が変わったとするのであればですね、この時期その高気圧が張り出しすぎてっていうことが、逆に熱帯性の高気圧なので雨が降るとか、そういう可能性があるのだろうか。このなんだろう、腹が出たような、私のようなですね、お腹が出たような形の、西海岸の形ですと、台風がどうのこうのって可能性も非常に少ないんですね。だからこの定期的に雨が降るという感じが、冬が乾燥して夏に湿気るという形があればいいんですけど、これについては全く想像もつきません。果たしてどういうことになるんでしょうかね。今我々が直接住んでいるところがまさにそこであって、これ正直言って火災が起きたりなんかして山火事が起きると、もう消えないんですよね、山火事ってね。本当に日本なんかの火事でも消火大変なんですけど、基本的に乾燥しすぎていて、もうどんどん広がります。燃えるものいっぱいです。枯れ草ものすごいです。これが要するに気象障害とかいろんなことも起きちゃって、大変な状態になるんですけど、やっぱりさすがに雨を人工的に降らせるという、そういうような考え方をちょっと持ってこないとダメですね。自然環境がどうたらこうたらで、自然に手を加えたくないというふうな人たちが多いですけど、自然にもうすでに手が加わっちゃってるんですよ。この加わっているものを悪い方に加えるんではなくて、良い方に加えるためにはどうしたらいいんだろうか。台風災害、そして干ばつ、これね、正反対の悩み問題ですけど、これを緩和させるにはどうしたらいいか。アメリカでも西海岸と東海岸でその気象が全然違うわけですね。北と南で全く違うし、西と東でも違う。これ全部合わさればちょうどよくなるだろうし、温暖化も氷河化もね、クソもないんですよ。それを今後の気象学とか、やっぱり科学ですね、サイエンスの部分で何とかしていかなきゃいけないんではないかなと私は思いますね。それを妨げにしているのは宗教観だと思います。だから宗教と知人する人たちはいいと思いますけど、僕らはさすがにその気はないんでね、やっぱりちょっと頑張ってね、科学にちょっと率先してもらいたいと思います。ナショナルニュース、まだまだ話したいことがたくさんあるんですけど、今日のところはこの話です。それ以外にもですね、今この時期に面白い内容がたくさんあってね、どっかでいっぱい紹介していこうかなと思ってます。
私はしばらくこちらにいますけども、またイギリスに行ったらイギリスでもいろんなことを撮りたいし、世界中回ってナショナルニュースの話をしたいと思います。さあということで、音楽が流れて時間になってしまいましたので、来週はどんな話題になるかちょっと分かりませんけども、嗅覚を良くして見てみたいと思います。はい、それではまた来週、さようなら、どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。